太いね。これはこれでいいぞ。SD ウィンズのゆきです。今日はポール・モーリアのアルトサックス、ガンラッカーのモデル、モデル名が書いてる、書いてなさそうだよ。あ、書いてる、これかな。 PMSA86UL、 UL は多分アンラッカーのね、8682Z みたいだね、これ。82UL みたいな、 PMSA86UL、 多分見えないけど、はい、こちらを試奏していきたいと思います。ポール・モーリアといえば使ってるアーティストがミスター・コー、ミスターサックスマン、コーミスターサックスマンっていう、ベトナムじゃねえ、タイコーミスターサックスマンっていうタイの超有名なスムースに、もうアジアを代表するような僕のすごい尊敬してるサックスプレイヤーが使ってるたりとか、あとジェームス・カーターとかがバリトンサックスを使ってるね、タケナモカ使ってるし、ね、一応台湾のメーカー、そうだ、ね、台湾のメーカーかです。うん、こういうチャラいの大好きなんですよ、僕。すごくチャラくないですか、これ。なんかアンラッカーでここまで行くっていう感じの、これなんか多分なんかね、薬品でやってるよね。でもすごいいい色。かっこいい。すごい。なんかわざわざラッカーでこういう色出したりしてるのはあるけど、これはなんかガチめに、これはね、すごい色になってる。これはいい、すごくいい色をしてる。これはすごくいい色をしていらっしゃる。スーパーシックスだって、スーパーシックスネックの名前かな。あとなんかこれ系の台湾系のメーカーの中ではなんかロゴが一番可愛いと俺は思う。あ、ね、ピューモリはね、そう、こことかのさ、この音符のマークとかさ、すごいさ、 他のさアルファベット1文字とかよりはずっとかっこいいと思う、なんかモリアね、ピューモリアって、スーツとか作ってるらしい。マジで、うん、なんかあ、じゃあデザインの方がいいんだ。なんかたまたま知り合いのリペアの人がスーツでピーモリアだってあげてで、その画像を工藤さんに見せたら、あ、そうですよ、作ってますよ、なんかこのロゴをなんか売りまくってなって、じゃあ結構でっかいブランドなんだ。俺は詳しくないけど、工藤さんに聞いたら多分詳しいと思う、うん、ここのさ、そう、こういうとこのさ、なんかロゴのデザインがさ、うん、なんかある意味かなりこう見栄えがいいよね、ポール・モーリアのロゴ。彫刻も結構おしゃれなものが多いと思う。この辺にロゴ出せるから、この辺に。あと写真、あとで写真撮って、うん、入れようか。こんな感じで、あとでこの辺に、うん、この辺、うん、この、うん、この辺に置いときます、この、うん、彫刻がさ、そんなにさ、なんかさ、単調じゃないじゃん、うん、やっぱ高いモデルだからなのかな。彫刻なんかまあ高いね、ここかっこいいよね、いいよね、めっちゃかっこいい、かっこよ。しかもさ、アンラッカーですごい生えてるし、浮かんでるように見えるし、やっぱこの匂いだけは好きになれないんで、ね、頭が痛くて結構抵抗ある、抜いてもいい、うん、なんかね、しっかりしててか、 なんかさ、ポール・モリアはずっと突っ込みたいんで、うん、ニューヨーク、ロンドン、パリパリ、東京、どれどれみたいなね、トータル的に今まで吹いた中で俺は一番好きかもしれない。ね、
なりすぎずならなすぎずみたいなすごいなんか、ね、これ初心者とかに勧めたいわ。初心者とか厳しいかもね。やっぱさ逆に、やっぱさっきのシャトーみたいなやつの方が、なりをさ抑えられるやつってさ、なんか前なんかこの動画で入れる話題じゃないかもしれないけど、マーマデュークのさ、マッピってさ、抵抗がもともとなんかこう結構ちゃんと鳴らせないと結局よく吹けなかったりするじゃん、いいマウスピースなのに、なんかそういうところ売れないけどねそういうのは売れないけどね、いいマウスピースなのに売れない感がいい、やっぱりなんかすぐポッて鳴るやつ難しいとこだね。でもね、初心者にそれで鳴らしていくのか、だから日本ではこいつ入れなかったんだろうね。確かにピンマリは優しい音するもんね、その分抵抗があるってことだからね。コウさんみたいな、コウさんもハイバッフルでめっちゃ優しい音で吹いてるもんね。全然ハイバッフルじゃないけど、コウさんもでもビーチラ使ってたよね昔。あ、そうなんだ。多分西洋の前はビーチラ取った気がする。よし次行くか。次行くか。お腹減ってきた。お腹減ってきた。